はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日はですね、週末となりまして土曜日でございます。例によってね、討伐が終わってないんですよ。で、真のレンダーシアのねスターレミングを20匹、これをやっていかないといけない。かつ時間がないんで動画に撮らざるを得ない。でもってこれ先週分なんですね。あれこいつでいいんだよね。あ、いいんだよね。で、まぁ、ちょっと雑談しながらね、またやろうかなと。で、サポートメンバーとしてパフィーさん、ミンミンさん、ミクさんというね、昨日かなあげた、メインストーリーのね途中なんですけども、メインストーリーをやりたいんだけども、こっちをやらないとレベルが上がらないので、こっちをちょっと優先しました。で、20匹ちゃちゃっともし終われば、今週分の討伐もねやっていきたいなと思うんですけどね。ちゃちゃっと終わるかな。結構ねこいつはいると思うんですよ。で、さっきね、この前ちょっと動画にしたワカメをねやりったんですけど、もう全然出なくてね、もうただ走り回ってるだけみたいな無駄な時間をいっぱい過ごしました。あれなんとかなんないですかね。あの魔女の森にいるあのワカメのやつですね。で、抱き合わせでそのなんていうのかな、奥のお城っていうか魔女の家の男に行く、コース上にいる嘆きムーンだっけな、は抱き合わせてね出る確率が高いので、そっちもやってたんですけど、ワカメがね1匹ずつしか出てこないし、なおかつワカメ自身はねなかなかリスポーンしないしね、すげえ時間かかりましたね。30分ぐらいかかったかな、15匹倒すのに。なんかああいう無駄な時間をねなんか省いてほしいよね。もうちょっとワカメが出る確率を上げてもらうか、せめて出ないんだったら1匹ずつじゃなくてね、あれ3匹まで出てくるので、3匹固定で出るようにしてもらうとか、なんかこの討伐中はちょっと特別な何かがあってもいいんじゃないかと。でないとね、もうずっとね走り回って、で今度ドルセリンの無駄遣いだしね。10分ぐらいで終わるうち20分ぐらい走り回ってるんですよね。あれなんとかしてほしいですね。で、なおかつ今回はライバルが2人いまして、なおさら時間かかりました。自分1人ならねまだ若干は早いんでしょうけど、困ったもんですね、あれはね。残り15匹、こいつはいっぱいいるんでまだね1匹ずつでもいいんだけど、という愚痴でした。愚痴、まあ運営さんの方にねホームページ上からちょっと声かけてもいいかなと思うんですけどね。なんかワカメだけは特にね時間かかるんですよね。ただポイントがいいんでついつい通っちゃうんですけど、あれいなくなった。いた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 。お、3匹出てきたぜ。で、バランさん全然特技使おうとしないからな時間かかりますね。特技なんかあったかな、これハンマーの特技ってなんかいまいちじゃないですか。あれこれなんか何もやんないんだけど、どうしちゃったんだろう。自分がキャンセルショットしちゃってないか。キャンセルショットってもしかして相手の攻撃を待ってんのかな。
んま変わんないもんな。まあ早くね道具使いをなんだっけね、カンストしたいんですよね。まあ大体あのメインで使う職業のカンストが終わっちゃったので、あとはねなんか工事作らないと上げにくいっていうのが事実でして、使い方も難しいしな。よし次どこにいる、いた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 、結構いますねこいつはね。あと何匹だ、あと11匹、まだ結構いるなあ。でも3匹出てきた。次のクエが何をあげるのか、で前にねあの別なドラクエの動画の中でもお話ししたんですけど、とりあえずはねストーリークエがほとんど終わってしまったので、まあ、メインクエとあと特別なやつ以外はほぼ終わっちゃったんですよね。あの町のクエっていうのかな。なのでどんな動画を撮ろうかなっていう、あれこれなんかバナナさんなんかやってる、なんか勝手に動いてるね。まあ楽でいいけど、なので何をやろうかなーっていうのがね迷ってるっていうのも事実なんですね。それでこういう動画をちょうど時間がないので一緒に撮っちゃおうかなという、これでいいのかなと思いつつですねやってるわけですよ。日常のプレイをするのが大変。さあ次を見つけよう。いた。あと何匹？ 8 匹ぐらいかな。お、3匹ずつ出てくるのはいいですね。こうやってちょいちょいとちょちょいとちょちょいと終わっちゃうようなクエだといいんだけどな。で残りあいつで終わるかな。あと2匹だ、ね、あ違うな、あと5匹か。もうちょっとバラルさんが強ければな。武器変えろって話だよね。レベル30ぐらいの武器じゃないのかなこれ。ハンマーもね無駄遣いしたくないんで買わないんですよ。火力が全然上がらない。せめて100超えてほしいよな攻撃力。 OK、 確かあの辺にいたよね。もう1匹いました。あと5匹、あれ1匹になっちゃったよ。ちゃちゃっと終わらせたいな。本当はなんだっけ、他の討伐とかもねやろうかなと思ったんですけどね、時間の関係です。さあ次は、あいるいるいる、いいね、こんだけいてくれるといいんだけどな。4匹、よし残り1匹だ。次を探すか、見当たらないなそばに。あと1匹どこだ、あれあと1匹探しにどっか行かなきゃいけないかな。だいたいそこら中にいると思うんですけどね、このスターレミングっていうのはどこにでもいそうな
ただね、この深夜工業地帯はですね、セレドの町からね走ってくるとすごい時間かかりますね。あ、いたいたいた、そうしますね。結構遠回りしないとねここまで着かないので、ここへ来るのが大変で、可能であればバシって来るのが早いですね。バシルーラで、レンドは南でしたっけ、お姉ちゃんのところからバシってくるのが早いと思います。今回ちょっとバシって来なかったんですけど、あれどっかこの辺にいたよね、もう一匹いた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 、お前が最後だ、一匹でいいよ、一匹か。でももしかしたらもう一本ね、この続きの今週分の討伐を取るかなと思ってバシっては来なかったんですね。そっちでバシろうかなと思いまして、よしこれで終わりだ。そういえばこれミンミンさん、これ白雪姫じゃないんですか、この格好。違うかな、ドレアしてるんだと思うんですけど、白雪姫みたいですね。よし、あと一匹、この試練のような、ある意味別の意味の試練のような討伐終わりました。報告いきましょう。あれ、シーンは何だっけ、あ、こっからこっから、報告行ってどうしようかな、もう一本取れるかな、ちょっとクエ次第ですね、受けるクエ次第。ちょっと先に回復だけしておいて、どうしよう、本日はね土曜日です、土曜日、土曜日なので今日中にやらないとできなくなっちゃうんですよね。また来週分になっちゃうので、最低限ここでクエをね受けとかないとダメなんですよね。そうすると来週また2つできるので、 OK、 ここで多分レベルが1個上がったと思うんだな。依頼書がね結構溜まっちゃうんですよね。よし、レベル上がりましたね。さあどれ行く、一番高いのはこれか、ヘルカッチャ20匹、リンジャハル海岸、あヘルカッチャだったら結構いるか、20匹っていうのがあれですけどね。じゃあこれ行きますかね、ヘルカッチャ。ヘルカッチャー、あれリンジャハル海岸って言ったよね今ね、リンジャハル海岸、うん、バシってきますかね、あそこのところに。なので動画切らずに行こうと思ってるので、このままやっちゃおうかな。ちょっと長めの動画になっちゃうかもね、20匹もやってると。まあそれはそれでいいかな。なので、ひょっとしたら毎週こんなくだらない動画を上げてるかもしれません。あと途中のクエをねちょいちょいやっていきたいんだけどな、結構時間がかかるのが多いのがね難点なんですね。
レンドは走っていきましょう。走っていくって意味が分かんない人は今やりますから、走っていきます。さてこれで なんて子だっけ。あの子ですよ、あの子、バンディ、バシッコバンディ。真のレンダーシアのリンチャハル海岸、これでバシッていきましょう。これがバシルと言っていたが内容ですね。で、ここへ来るのでどっちにいるかな。左側の方、左ってあの地図上では右、あ、もう目の前にいましたね、こいつだと思います。多分ヘルカッチャ強そうだ。強いのかこいつ。お、2匹出てきた。割と早く終わるかもな。結構いると思うんですよヘルカッチャは。ただバランさんに弱いからな、すぐ終わんないかもな、1回の戦闘が。なんか攻撃力が強くなるショットとかないのか。物質系、これ何系かな、こいつ強くならなかった。物質系じゃなさそうだな。役に立たないぞバラルさんは。ここにいたってことはあそこくぐっちゃダメってことかな。一匹しかいないじゃん。どこ行っちゃった。いたいたいた、いますね結構。おしおし、2匹ずつ出てくると楽ですね。なんかこれをやってる限りハンマー本当に強いのかって感じですけど。こんにちはと来た。そういえばあれだったな、チャットオフにしてなかったわチャットオフにしてないと入ってきちゃうね。あの撮影できない内容は話しては来ないとは思うんですけど、忘れてたわチャットオフにすんの。オッケー、ちょっとチャットオフにしよう先に。これでねチャットオフにしてログイン表示しないようにしてます。あの撮影中はね。なので、私が非表示の時には撮影中だと思っていただけると助かります。あのチャットを入れてもらってもですね、非表示でもチャットを個人チャット入れられるのでね、あのお返しできないことがあります、撮影中だと。これちゃちゃっと終わらせて今週の討伐を終わらせたいんだな。あと動物界バランスさんレベル10、あと10で終わりだから早くカンストさせちゃいたいよね。ちょっと寝起きっていうのもあってテンションが低いですね。
シャトルキはこの辺にいるな、少なくとも。オッケー、あ、これ何が出た？大きな甲羅なのか。あっちちょっとやばそうだな。こっち先にしよう。お、向こうにもいるじゃん。いいね、2匹ずつ出てきますね。戦闘10回で終わるかな。ヘルカッチャもね、こいつあれですよね、あの魔法使いでやってると、魔法系でやってると分かるんですけど、魔法吸収できないんですよね。 MP の吸収か。なので MP 切れに注意なんだな。ダメージバリアとかあるよね。ただでさえただの攻撃しかしてないのに、なんか他の周りのみんなとダメージの威力が全然10分の1ぐらいなんですけど。よし、次あ、やべ、ピキンって言われた。やっぱな、一緒に出てきちゃったよね。せっかく2匹ずつ出てきてたのにな。そもそも道具使いって何ができるんだ。呪文でなんかないのか。呪文、攻撃呪文耐性。必殺ってのは何をするんだ。ダメージアップの魔法陣。いい加減、道具使いとしては75だから強くなってると思うんですけどね。完全使い道がわからないな、道具使い。あれ、1匹しか出てこなかった。残りまだ10匹いますね。5分ぐらいで終わるかな。10匹5分じゃ無理かな。動画的に30分ぐらいになっちゃうかな。あ、やべ、これこのまま線から押されちゃう。しかし地味だな。もうちょっと握力あって、せめてバラルさんの火力があれば見た目が変わるんだけどな。じゃあ道具使いがすごい弱く見えちゃいますね。多分思った以上には強いんだと思うんですけど、まあ攻撃力があるかどうかっていうのはよく分かんないですけどね。支援系なんでしょうからね。さあ次の相手はあそこにいますね。1匹ずつしか出てこなくなっちゃったな。2匹出てきて、2匹頼むわ。あら、1匹残り9匹。これやってもまだ8匹だもんな。こいつなんかガラントなのかな。なんかお化けが入ってんですかね。いわゆる着ぐるみ？ヘルカッチャ。さあ早く倒せ。これで落ちたかな。オッケー、なんか来た。お、闇の宝珠。宝珠をちょっと整理しないと
いけないんだな。宝珠がなんかもういっぱいいっぱいで整理しないとダメになっちゃった。あ、なんか余計なの来たわ。ダメージ軽減する魔法陣、どういうこと？こん中にいればってこと？あ、こういうことはできるのか。全然軽減しないじゃんこれじゃ。やっぱサポート役で結構道具使えば使えるのかな本来は。あと何匹、まあ、経験値がそこそこ美味しいのがいいね。あと7匹だ。まあこの辺にいるやつらを倒せば7匹になるかな。バリアで守られちゃって、バイシオンあるじゃん。これちょっと強くなる。おお。もっと早く気づけよな。よし、オッケー。バイシオンちょっとかけてやってみますか。これ2回かけられるんでしたっけ、バイシオンって。もう一回やってみよう。確か2連続かけられたような気がするんだけど。もしなったなったなった。これで強い100超える。お、100楽に超えるようになりましたね。あー、だから取ってなかった。これで通常の倍ぐらいの攻撃力かな。OK、 なんか倒すのも早くなったぞ。さすがバイション。あら、余計なの来ちゃったわ。あと5匹。ラリフォーマとか効くのかな、キラーデモン。多分ヘルカッチャー寝ないと思うんですよね。寝たのかどうかすら分かんなかった、攻撃が入りすぎて。いいんじゃない、ちょっと早くなったんじゃない倒すの。あら、早くなったな。あら、1匹ですか。バイシオンもっと早く気づけばよかった。ちょっと最初の一手までが時間かかるけどね。それでも早いんじゃないかな。倍だもんね攻撃力が。これでもう4回攻撃したことになるから、やっぱバイシオン入れた方が早いよな、終わるのが。頼む、2匹とか出てきてくれ。あ、1匹ですか。あと4匹、あと3匹か。でもこれで今週のレンダーシアの信徒偽りの方のクエが終わりかな。なかなかね、終わんないでね、次週に持ち越しちゃうこともあるんですよね、最近はね。よし、2匹出てきてくれ。あと3匹でしょ。あと2匹かな、もしかして。あら、1匹ですか。地味だな。1匹ずつだわ。で、大体次が1匹じゃなくて2匹とか出てくるんだよね。
あるあるですよ。結構皆さんも経験あるんじゃないですか。残り1匹でいいのに2匹3匹出てきちゃう。でそれまでは1匹しか出てこないっていう、あるあるだよね。多分次2匹出てきますよ。お前2匹だろ。お、1匹だった。1匹でした。ラッキー。さあこれで終わるはず。よし、さっさと終わらせよう。これでもう1レベル上がると思うんだけどな、多分。 OK、 終わったでしょ。終わったわー。ようやくですね。やっぱ30分ぐらいやっちゃったかな。もしかしたらもっと長かったりして、どうしよう、長かったら完全指摘都合で動画が長くなってるな。まあ今回回復は後にして先に報告しに行こう。20匹討伐。なんか15万超えるクエが来なくなったんですけどね。レベル上がりました。レベル76になりましたね。なんかスキル上げられるかな。ハンマースキル、あ、これ100いくじゃないですか。ランドインパクトいいですね。はい、ということでハンマースキルが10になったところで終わりにいたしましょう。完全に指摘都合でしたね。さらに時間短縮するためにもう閉めようと思っている中休憩しているというね。ということで、たまにこういう動画がちょいちょい入ってくるかもしれない。ちょっと時間の都合でどういう風にしようかなと思ってます。まあ、ストーリークエンが終わっちゃったのでね、何をやろうかなっていうのもあるんですよね。この辺できないからね。魔物博士はメンバー集めないといけないし、どうしようかなっていうね。あとまだ終わってないクエがね、メインストーリー以外でも少しあるので、そっちもやっていきたいんだけど、結構強いんだよね、敵がね。なのでどうしようかなっていうのがあるんですけどね。まあ負けてもいいから行くっていうのも手かなと思いつつ。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。